癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。二人とも、絵の前に立ってみてくれる？絵の中に入るには、この絵の世界に行ってみたいって念じればいいらしいわ。逆に絵の外に出るためには元の世界に帰りたいって強く思えばいいそうよ。なんだ、飛び降りる必要なかったじゃん。みたいだね。それじゃあスーちゃん行ってみようか。うん、いざ不思議な絵の世界へ。出てらっしゃい、マティアス。バレてたか、さすがは姉貴。絵の中にはまだわからないことが多い。つまり、危険な魔物が出る可能性もある。二人のことは、ちゃんと守りなさいよ。いいわね。ああ、任せとけって。行ってくる。木々の合間から聞こえるのは噂話をする誰かの声。このぐらい闇の中から感じるのはこちらを見つめる誰かの視線。辺りを見回してみても見つけられるのは木ばかり。この地を訪れた者は皆不可思の恐怖におののきます。それもそのはず、この森は生きた自然と幽霊たちの社交場。ここはざわめきの森。無邪気ないたずらにはご注意を。すごい、この間の世界とは全然違う。お、この間の世界ってどういうことだ？なるほどな。確かに普通の森とは随分雰囲気が違ってる。ところでどうしたんだスー、随分とおとなしいじゃねえか。怖い。は？怖い、やだ。暗くてジメジメしてるし、お化け出そうだし。お化けと虫がめっぽう苦手で。意外だなそりゃ。ただこの森は多分ずっとこんな感じだろ。どうする、スーだけ先に戻るか？うん、ついてく。怖い
リリーのこと放っておけないもん。そうか、ま、その気持ちはわからなくもない。とりあえずルーシャ城を探してみようぜ。探しながらの方が怖いって気持ちも紛れるだろう。ありがとう、マティアス。気にすんなって。ただ警戒だけは怠るなよ。ふんふん、最初は怖かったけど慣れてくると意外にどうってことない感じ。見つけたよ。あ、本当だ。なんて書いてあるんだろう。読んでみようか。この看板を読んだあなたへ。お気の毒ですが、あなたは呪われてしまいました。呪いを解きたければ墓場までおいでください。うわ、なんで私何か悪いことした？大丈夫だから泣かないね。看板に書いてあることなんて気にしちゃ。呪われたゴミ。気をつけろ、二人とも。気は乗らねえがぶっ倒す。に本当のことを書かなきゃいけないなんて決まりもないけどな。もう
言わないで。スーちゃん大丈夫だからね。とにかく頑張って一緒に墓場を目指そう。